はい、お疲れ様です、えー。今日は、オリンピックの延期が、まあ、決まって、これではね、本当と、2今なんですけど、25ぐらいでしょ、確かあれ決まったの。で、まあ、建設業、じゃあ、これからどうなんのってね、まあ、1年延期でどうなっていくのかなっていうのを、まあ、いろいろ僕なりに考えてることもあるんで、 まあそれの,ねその建設業がどうなっていくかっていう話をちょっといろいろしていこうかなと思ってます。まあ、俺も経済学者でもないしね、大企業でいろんなチーム抱えて、そういうね調査部みたいなのがあるような会社とは違うんで、まあ、それなりの話、俺が合ってる間違ってるっていうことはちょっと俺は分かんないと思うんですけど、まあ。 それなりにね、経営者やっていろんな人からね、いろんな経営者からもすごい話聞くんで、やっぱオリンピック絡みの話はね。で、その辺をちょっと話していければなと思います。えー、今日も面白かったら、ね、いつものやつ、チャンネル登録といいねをししてくださいね。で、あの、あれなんですよ。まだうちもチャンネルが今、6万5千円ぐらいまで今来たんですけど、結局ね、あの、まだまだ、あれでしょう、その、ん ?20、 5%とか7%ぐらいしかチャンネル登録をされてるされてて何て言うかな視聴が毎日ね今10万超えて15万ぐらい再生されてるのかな毎日そのうちのじゃあチャンネル登録者の比率っていうのが25%ぐらい意味分かるかなだって毎日15万のうちのだってまあ20%だと3万かだって4万再生ぐらいがチャンネル登録者の人が再生してくれてるってことだよね うん、で、そのうちのあと15万、11万ぐらいはチャンネル登録してない人が見てんだって。してくれないのにね。これちょっとセミナーのさ、いやいや、何ってさ、やっぱチャンネル登録とかいいねをしてくれると、まあそこがモチベーションになってまた頑張れるじゃん。ね、なかなかやっぱ俺もセミナー伸びないから、これ、まあ、なかなかモチベーション上がんないんだけど、まあちょっと頑張ってね。まああの、コメントがほんとすごい、ね、また聞きたいですって来てくれるんで、 まあこんな俺みたいなバカみたいな人間がまあ一生懸命話せばこうやって聞いてくれる人も中にはおるんだなと思ってまあ一生懸命話してるんでぜひいいねだけでもあのよろしくお願いします。じゃあまずあの建設業がどうのこうのじゃなくてまあじゃあまずオリンピックが延期に対してのちょっと大きいはあの何経済損失とかそういう話をちょっとしていこうかなと思います。 えー、じゃあまず建設業がどうのこうのじゃなくてあの、まあ、これいろんな新聞だとかニュースだとかでも、まあ、見たことあると思うんだけどで、まあ、その書いてあるのはまあいろんな調査した会社によって違うしさ、ね、あの株とかねああいうところ株式とかの何だろうなんだかなんか。 水保証券とか,なんか大,きいと大手調査会社とかさなんかそんなようなところとかまあごとで調査しちるもんでまあみんな金額違うんですけどいろいろ見てると多いなと思うのがま,あまず延期の場合の損失6400億円大体そうだね6405億って書いてたかな,なんかまあ細かい数字で書いてたんですけど中止の場合4兆5000億円ここまで来るともう想像がつかないけど 6,400億円って言ったらまあ相当だよね延期でだよ中心になったら4兆5,000億って言うんですけどじゃあこの損失ってじゃあどうやって計算してんのっていうかさんどそもそもねどうやって計算してんのって思うじゃんで俺もまあそれは前もさ結構いろんなことで経済損失がどうのこうのってあるんであれなんですけどまずこの損失を分かる前にその何て言うかな そのオリンピックをこの誘致、日本が誘致して、ま、あやら、やらしてくださいってまあっ、ま、あなんだオリンピック委員会、IOC か。IOC オリンピック委員会っていうところに、ま、あやらしてくださいって、ま、あ立候補して獲得したわけでしょあの、おもてなしかなんかで獲得したでしょあおもてなしか。で、あの、経済効果がある。うん、経済効果があるから、ま、あそのね、国が潤うから、ま、あやりますっていうことだよね。 観光客も来るし、じゃあホテルも賑わうし、ね、建設業、インフラも整備されるし、っていうことで、まあ、その経済効果があるんだろうすけど、で、これが、まあ、経済効果が2013年から2030年まで、この17年間か、2013年ね、まあ、だで誘致しておもてなしとか言ってた頃じゃないあれぐらいから2030年までオリンピックが終わってからもだよね。まで含めると、36兆円の 経済効果がありますと。これすごいよね。36兆円だよ。で、確かね。で、1年間に税金、まあ法人税だ、国民の税金だ、消費税だって集めた金が40何兆円だと思うんだ。これちょっと数年前かもしれないけど、情報が。っていうことは、1年間国がね、日本っていう国が国民から企業から、まあ全部まあ国民だよな、結局。うん。から集めた税金が の分ぐらいの経済効果がありますあのいい方でね40億で36兆円ありますって言うんだけどこれはあの経済波状効果も含めての計算ですあのそれは何っていうとあのじゃあホテルにお客さんが来るじゃんねまあ世界から観光来るから、まあ、まず飛行機のね JAL とかさあの全日空とかああいうところにお金がどんどん入ってくるわけでしょ。でそれまあ、ホテル入る で会場の会場だけじゃないな周りもそうだけど飲食店がにぎわうであと何その設備か設備っていうかそのオンラインみたいな建設業、うん、あの何ていうかなまあ何あれそれが出てこないさスタジオスタジオスタジオっていうんかなたあの、まあ、大会するねああいうものとか。 うん、あとはまあ道路の整備。橋作ったり、道路作ったり、高速作ったり。あとはまあ、本当建物だよね。競技の建物。で、また、それに対するホテルとかも建っていくわけでしょ。もう何年も前から決まっとるやつだもんね。でそういうのは、直接経済効果って言うんですよ。あの、ですよって俺もいら、ね、っ <laughs> ね。バカが何喋っとるんなって思う人もおると思うんですけど、直接経済効果が、まあ何兆円かあって、そのさらにさ、 次のステップっていうんかな。例えばで言うと、まあ俺がじゃあ高速道路を、まあ分かりやすく言うね、1億円で請け負いました。で、今度1億円を、あのまあ、じゃあ足場屋さんとか、そのまあアスファルト屋さん、土木会社とかに振るわけじゃん。でまあ足場屋さんだけで例えると、まあ足場組んでねって言って1億円のうちの1000万円で足場を受けてねって言うと、 これ今度もう経済効果が1億1000万円になってるわけ。で、今度1億1000万、この足場屋さんが、今度は、何また、下請けじゃないけど、ま、材料屋さんの材料買う。ね。さて、どんどんこの波状していくじゃないですか。で、この従業員にまたボーナスがいっぱい出る。で、それに対して、じゃあまた遊ぶお金が、ね、増える。お酒飲む回数が増える。 いうのまで含めると、経済波状効果って言うんですよ。その、それが36兆円を見込んでますと。で、これどれぐらいの数字かっていうと、まあ、だって国民の税金だよね。で、国家予算がなんか80兆円とか90兆円とかやってるでしょ今年は何兆円だとか。で、その80兆円だで半分ぐらいは税金で集めて、あとは借金でやってるってね、国は。で、何百兆円って借金あるでしょうん、だから、 あの知ってたそれそれも知ってるあの国って予算組んでるのが多分まあ俺ちょっとはっきりした通常分からんけどでも確か半分ぐらいしか国民から回収してないんだって,だって会社で言ったら俺が今年ね1,000万円使ういろんなものにね、まあ、物買ったりビデオカメラ買ったり YouTube やったり従業員や取って人件費払ったりっていう費用をお客まあ逆だよねこの俺はお客さんからもらわなかんけど半分しかお客さんからもらえてない だから赤字だからずっと借金して会社回してくるでしょ。会社なんか現金さえあれば潰れないんだよね、赤字でも。だから赤字がなんか9割とかでしょ、会社の。赤字が、うん。だって100社あるうちの90社がもう赤字なんだって。だけど結局お金があるうちは潰れんじゃん、会社って。給料別に払えるから。だからそれと同じで国もだって借金ができるうちは潰れてないっていうだけで、何百兆円って借金があるんですけど、うん、まあまあいいか、そのちょっとずれてっちゃったな。 うん、で、まあ、波状効果として、まあ、36兆円あるよって、その、あの、その下まで行くとね。うん、ちなみに、あと、国家 GDP ってみんな知ってますで ?GDP っていうのは何って言うと、よくあるでしょ、総生産。で、名目総生産とかいろんなことがあるんですけど、まあ、俺も、 まあ本で見たり、勉強したりはして、あの経済本とかで勉強したりするんで、ザクッとは分かってんだけど、ちょっと俺はこれまたさ、え、偉い人がさ、頭のうさそうな人がコメントで叩かれるの嫌なんだけど、まあ職人さんとか見てると、まあザクッと勉強したら面白いかなと思うんだけど、今確か500兆円とか600兆円の GDP なんですよ。で、これはもう元々世界2位まで行ったのが今中国に抜かれてとかで、今何位とかなんでしょう多分3位4位にもいないと思うんだけど、世界でね。 あの中国の GDP、アメリカの GDP とか。で、一時期はあのアメリカについて2位まで行ったんだけど、だからこれが国の規模っていうかさ。で、この GDP って何っていうと、まさにこの波状交換を含めた経済候補なんですよ。その、例えば、まあ俺がお客さんから、まあ今ね、あの、ここの、あの、タイトルの右上か左上にどっちかに書いてあったと思うんですけど、12億、年商12億って書いてあったと思うんですけど、 いや12億でも、俺給料も払ってるし、下請けにも払ってるじゃん。そうすると、その子たちがまたこの加熱買うでしょ。で、飲食店でご飯買うでしょ。で、この飲食店がこの物買うでしょ。材料買うでしょ。で、材料屋さんがまた売るおって、で、で、経済は回っとるって本当そういうことだよね。で、俺もそうだよね。会社から給料もらってるから、この俺もブランド物買ったり、服買ったり、お酒飲んだり、まあ、いろんなもんことするわけじゃん。車買う。でトヨタのね。 クラウン買ったりしとるわけじゃないですかそれがけ、まあ、経済回っとるってことなんですけどその多分800あ500兆円600兆円っていうのはんその回っとる分を含めてだってもうだてスタートがどこすかすらも,もうお金だもんわ分からんと思うんだけど回っとる円相がね無限に回ってるんだけどそれが1年間で動いた金額なのかなそうそう。 で、それが、まあ、名目 GDP とかなんとか GDP って計算方法。その、その数字を出すための計算方法がいろいろあるだけで、うんで、それによっては、なんか多分数字が変わってくるんですけど、ちょっとずつ。で、それが、500兆円だとか何百兆円。そのうちの36兆円もの金額だよ。だ10分の1とか、15分の1ぐらいの金額が、この、ね、オリンピックによって効果があるって言ってんですよ。 ね、でまあこれ延期の場合は6,400億の損失中止の場合は4兆5,000億の損失って言っておるんですけどちなみにこれっちゅうのはあの俺も調べとる中では直接損失だけ。わかる、うん、直接損失って何って言ったらじゃあホテルね増設しとったのにお客さんが入んないとか。 こういうい建物ね競技場を作る予定だったやつが建たないとか道路を作る予定だったけどもうこれでこんなところに競技場作んないからもういらんでしょってあれ北海道にマラソンとかも作るでしょでそういうのももう作んないってことはもうホテルも建たなくていいよねってやる金額のどこまでが俺も直接か分かんないんですけどであとはそのもう次の間接でそこに対する雇用が生まれて雇用する人が今度またご飯食べてるんだ街が潤ってきて飲み屋とかいろんなものが増えていくわけじゃないですか。 そういうのまで入れると波状効果まではあるわけでしょ絶対的にだけど、まあ、それがなくなるよってああだそれは含まれてない金額が中止の場合は4兆5000億で延期の場合は6400億なんですよもう俺の説明で分かったかな <laughs> からそれぐらいもう俺だって中止でなんかいろんなもの俺もあの なんだかな22日か22日の時点で3月ね3月22日に4週間以内に結論を出しますって日本がさあの安倍首,首相安倍首相がねあの22日発表してで、まあ、もっと早く決断しろどのこのって言ったら確か3日ぐらいで決断が出たんですよね。でおおすごいなと思ったんですけど俺それは難しいわなと思ったんですよ。何って何がじゃあ難しいのって言ったらこれだけの損失出して。 日本にまあ税金が入ってこないだとか、その困る人たちがめちゃくちゃおるわけじゃん。この1年延期って言って、ね、じゃあ仕事なくなる人もおるよね。うん、なんで、 その辺のことも考えてやっぱ決定しなかんって言ってるからでねあの東京都知事のあの女性の何だった池田池本池田だったっけあのおばちゃんもいや延期はありえないって言って21日とかも言っとったやんけと思ったんだけど何も問題ないとか言って言っとったよねだけどまあ結局延期になってまあ正解だったか不正解だったかは俺はちょっと分かんないんですけどあとさこれまあ ちょこっと余談っていうかさ、まあこれは、まあそんな昔から言ってるから知ってる人もおるし、知らない人もおると思うんですけど、IOC 委員会ってオリンピック委員会でしょオリンピック委員会が、まあこれね、ここの資料によると7月15日から8月31日までに開催国にやりなさいって言ってるわけ。もともとね。で、そこの期間、7月15から8月31年、ね。で、その1ヶ月半ぐらいの間にオリンピックができる人手あげてって言って、まあ東京が手あげて、まあ、 獲得したわけでしょう。で、IOC、オリンピック委員会っていうのは、あの、な、何をやってるって言ったら、その、まあ、場所を決めて、で、今度、この IOC、その、IOC には、その、放送権というかさ、まあ、オリンピックの委員会だから、まあ、オリンピックのボスみたいなもんでしょう。で、そうしたら、放送権っていうのがあるわけですよ。あの、テレビでやるじゃん。で、あの、放送権っていうのを、まあ、 売るわけじゃないですか。まあじゃあね、NHK でやるんだったら NHK に売ってあるわとか。で、俺もあんまり詳しいことはちょっと調べてないもんで、あの、あれですけど、NHK が2026年から32年の五輪、四大会、四大会分でね、9705億円を支払った。って書いてあるので、これ日本だけだね。で、ちなみに、そのアメリカだとかなんだとか、 の、その、放送権ってなると何、数十億ドルの放送権利を支払うって、ねえ、まあ、書いてあるか。でこれ全世界にこの放送権ってことはさ、もう何、何その NHK が払っただけで900億な、1000億近くの金だから、もうすごい金額じゃん。なんもう1兆円どころじゃないんじゃないその全世界でしょだって。で、 まあその権利を買って、まあある程度その何に使うのか俺知らんのけど、その辺は。で、まあその、何その、アメリカがじゃあ、あそうそう違う違う、IOC がなんで7月15日か、これ,これちょっと面白いって聞いてな、ね、い。7月15日か8月31日で、で、今度さ、延期するにしても、もうちょうど1年後の、まあ1年後とするって言ったのは、これすごい大人の事情だなと思ったんですけど、 何って言ったら一番アメリカっていうのが一番お金払うのかなアメリカのね、ちょっと俺調べたんだけど、これ書いてないな。書いてないんですけど、あの、なんか、アメリカってさ、アメリカンフットボールとかああいうのが有名じゃん。で、そういう時期に結局オリンピックやると、お金払うに <laughs> 減るんだって、IOC に。で、何って言ったらもうテレビ局がもういいわけじゃん。なんでもう、ああ、いいよ。その授業はうちはアメフトあるでいいんだわってん。この暇の時期にやってくれたらって言って、 あの夏の時期になってるらしいんですよ。これらしいだよ。俺もわからんけど、まぁ、あ、ネットで調べるとすぐ出てくるけど、だからわざわざね、その最初にもちょっと言ったけど、北海道でオリンピックを、オリンピックじゃなくてマラソンやるわけじゃん。なんで北海道でわざわざマラソンやるのって言ったら、こんなクソ暑い7月から8月ぐらいでね、マラソン東京なんかでやったら死んでまなやん人間。だから、まあ北海道でやるわけだけど、じゃあ今度、 ちょっと言っとったよね。桜のシーズン、4月にオリンピックやったらどうだっていうのとか、なんかちょ、ちょこちょこなんか調整しとる、どうのこうのだけど、結局、その時期にやらマラソンもこっちでできるわけじゃないですか、東京でね。あの、東京、こっちって言ったら言たんだ、ね、俺名古屋だもんで、うん。だけど、結局その放送券の、その、やっぱね、この時期にやったら、じゃあ金出す奴がいなくなるっていうかさで、そういうのもあって、なんか7月頃、8月の夏のヒマラ時期にやる。 らしいうん、でまあ4月もどの頃ってってじゃあなな何年にねその忙しい時期とこう暇な時期があるもんで、ね、その放送券がじゃあ売れるかとかなんだとかねやっぱりどこまで行っても商売、まあ、商売のためにやっとるかどうかは分からんけどあの社団法人とかさあのボランティア法人でも何でもそうだと思うんだけど結局は赤字じゃ運営していけんもんで、ね、人のため世のためにやるために金回しかなくゃいけ日本でしょ。 ねえ、国民からね、ね四40兆、50兆っていう、そのね、税金回収しても、で、国のためにこんな橋も何でも作っとるわけじゃん。国が決めて金払って、公共工事だけでも相当額でしょ何兆円でしょ確か。インフラ関係だけでね。だけど、結局まあ日本も潰れたらしょうがないじゃん。うん、だから、もちろんお金残すのもいかんことだろうと思うけど、まあお金残すっていうかまあある程度、 含み益だって何年かに1回はね、なんか問題があったりするもんで予算残しはなかったと思うんですけど、うん、だからそういう、まあ、事情があるらしいですよね。はい、じゃあ続いて本題の、まあ建設業じゃどうなっていくんだろうねっていう話をしましょうか。まあ建設業は、まあ俺もいろんな人にこれオリンピックでどうなるんですかね愛知県もっていうと、なんか言う人によるとまたこれで、まあコロナの影響も今あるもんで余計みんなマイナス思考も 蔓延症じゃないですか。やっぱね、あんまり物が畳んだとかなんだってみんな言っとるもんであれですけど、やっぱ、二通りあるんだよね。やっぱオリンピックが一年伸びたから、いいふうに考えたら、やっぱりもっとじゃあ、いろんな新規参入で、じゃあ、あもう間に合うんだったら、もう一回、あれも間に合わんと思っとったから、ホテル建てない、何やらない、改修工事やんないって思っとった人たちが、ああ、じゃあ一年伸びたから間に合うから、 こういうもん作ろう、ああいうもん作ろう、っていうふうに広がって、で、まあ街も綺麗になっていくわけじゃないですか。で、まあ俺らにとっても建設業界にとっても潤う,う。で、関東が潤って人が流れてきゃ、こっちもまた忙しい。忙しいっていうか人が足りんくなるから忙しいっていうふうになってくるよね。で、まあ、うん、そういう人もおれば逆に、もう1年延期になったから、ね、まあもと100の工事を、まあ、 いつまでにやらなあかんってやつがまあ伸びたから、まあ暇になってくるから、まあこっち来るだろうでもっても今年の夏のことだもんで、俺良かったのかな俺は良かった派なんです。ちなみに。うん。まあ伸びたことによって、もうどっちみち終わりでしょって、もう計画入っとったようなことじゃないのと思うんだけど、7月だったでしょあれ。7月の24から2020だもんでもうだってあと数ヶ月しかないじゃないですか。だから、じゃあ1年、 延期したことで建設業はまあねその建設業はっていう言い方はしてるかもしれないけどね6400億のまあ延期の場合は損失を見込んどるって言ってるやつだもんでまあわかんないけど建設業をうんうんで言うとじゃあもう1年間もうちょっとこういうことしたいなああいうことしたいなってんのが出てくんちゃうんかな、うん、と思います。ちょっとわかんんなないででもまあコロナの影響で本当にねみんな 暇だよね。本当に暇だよねっていうのは、ほら、民間だで、まあでも逆にや、俺こういう暇な時期だて一般の人なんかさ、まあ、塗装をやると、ね、暇の時にあれや、いい職人さんが丁寧にやってくれるでいいっていうのもあると思うんだけど、ちょっとやっぱり僕らも、やっぱコロナの影響でわざわざね、こんな時期に塗装死んでもとか、こんな時期にマンション回収死んでもとか、いろんな、 効果があるよねで会社さん、まあ、今結構大きい物けも多いんで会社さんから依頼を受けること結構多いんで会社が弱いとねやっぱ、まあ、じゃあやめようかってんかゼネコンではその,あの現場がもうコロナで止めてるだって何百人規模はそういう人おる視聴者の皆さんで建設業はやってる人おると思うんで現場が止まっちゃってもう現場自身がもう一回コロナの影響で現場まあ大きい現場って何百人も人が入るじゃないですか。だから そのもう現場が止まりますっていうのを俺はまあそれちょっと情報をまあいろんな人から情報入れとるもんでまあ情報入ってきたんですけどで結局接算自体が言うんかな建設会社が一ったんかそれかまあトヨタとか大きいとこって工事工事業者にまあ工事発注するじゃないですか。でそのトヨタとかそういう大企業みたいなところがもう一回ちょっとコロナなもんでもう現場も止めてくれって言って,言ってんのうんその工事業者 清水建設とか大成とか大林とか大きいところが「もういいやちょっと1ヶ月現場止めろ」って言って止めてんのか俺ちょっとわかんないんですけどそこまではうんだけども実際に現場が大きい物件が止まっとるらしいね、うん、またその辺の情報もください勉強になるんでねちょっとまた今日もすごい長い話になりましたけど、えー、またいろいろちょっと資料調べながらみんなのためになる話を持っていこうと思いますんで。 チャンネル登録か。チャンネル登録といいね。えー、ぜひよろしくお願いします。